はい、おつらニックです。今回はスピーキングマップを紹介します。言葉は勉強するものじゃなくて、使って覚えるものなんです。スピーキングマップにあるたくさんの内容から選んで、それぞれのパーツを組み合わせて、どんどん発信することで、英語のフレームワーク、英語の神経回路が脳に定着します。ピアノの練習と同じ原理です。弾く練習を繰り返せば繰り返すほど、 神経回路が強くなってもう指が勝手に引いてくれるようになりますよねそれと同じことが英語でもできちゃうんですスピーキングマップそしてグループ化した動詞のリストや単独動詞のリストや形容詞のリストなど全ての教材を目の前にしてそれを見ながらそこから表現を選んでいろいろ組み合わせてストーリーを作っていきますこのトレーニングにとは日本語からスタートしない最初から英語で考えられる頭を養うことなんです 言いたいことを先に決めずにそこに書いてある表現から選んでいきましょう I wanted to を使ってみようかなとか I should v e を使ってみようかな、えー、次は I hope を使ってみようかななどそれぞれのタイプの使い方が違うので必ず先にレッスン動画を見ておきましょうそしてストーリーをいきなり話せって言われても何を話せばいいかわからないですよねグループ化した動詞リストとか単独の動詞リストとかまたは形容詞のリストなどからネタを選びましょう Stay up, uh, I stayed up last night, so I wanna sleep in, but I have to go to work. I shouldn't have seen a movie before I went to bed. ですね。次は仕事関係で uh, Go out on my own,独立する, I do overtime every day, but I don't get promoted. I'm sick of not getting promoted. I w a n change jobs. I'm thinking about going out on my own. 適当に目に留まった表現を使って勢いよくどんどん発信していくことが大事です。慣れてきたら5センテンスで止まらずにどんどんどこまで話せるかをやってみましょう。もちろん、形容詞のシートや、名節のシートや、奇跡の応用なども積極的に使っていきましょう。例えば、 I do overtime every day, but I've never gotten paid overtime. I like working here, but I'm sick of my boss being lazy. We're in the red, but he took one month off and went traveling. I haven't been hitting my target, and I was worried I would get in trouble. But yesterday I wined and dined a client, and I ended up getting a contract. I was so happy. I have a feeling I'm gonna get promoted if I hit my target. If I get promoted, I'm gonna to propose to my girlfriend. I hope she says yes. I'm gonna meet my girlfriend tonight. We're gonna to eat out and go drinking. But I don't know what time I'm gonna finish work. I'm worried I'm gonna to drink too much. I hope I don't wake up with a hangover tomorrow. I don't want to go to work with a hangover, so I'm thinking about calling in sick. I wonder if she wants to go to the park tomorrow. It looks like it's not going to rain, so I'm thinking about going to the park. I'm looking forward to going out with her. She's so smart and kind and beautiful. I'm glad she said yes when I asked her out. このように毎日いろんなストーリーを作っていきましょう。 1>, 1日230分で大丈夫なんですけどもうやったもん勝ちなんです。やればやるほどいいんです。うちの教室で最も人気のあるコースは英語能を作るビギナーコースです。ウェイティングリストがありまして現在は8ヶ月以上お待たせしてしまう状況です。教室に来られない人、そして8ヶ月も待ちたくない人のためにこのスピーキングマップを一般公開することにしました。 教室でのレッスンの部分をすべて動画に撮ってスピーキングマップのそれぞれのパーツに QR コードを貼りましたこの QR コードをスマホでかざしてそれぞれのパーツのレッスン動画が見られますそのレッスン動画の中にこの動画を一時停止にして例文を10個くださいとか次はこの応用をやってみてくださいとかただ見るだけじゃなくてこうインタラクティブな感じです教室でのレッスンをなるべく充実に再現しています 2年前に出した大好評の a 4一枚英語勉強法はもともとこのスピーキングマップをよりシンプルにしたバージョンなんです今回はそのフルバージョンを初めて一般公開します例えば動詞の原型が続くのはタイプ1動詞の ing 形が続くのはタイプ2 動詞の過去分詞が続くのはタイプ3文が丸ごと続く塊はタイプ4そして WH 名説が続くのはタイプ5なんです本番トレーニングのストーリー作り以外にもいろんなエクササイズがあります例えば一つの動詞を選んでタイプ1のどれかタイプ2のどれかタイプ3のどれかに入れていきます活用の使い分けを練習したいのでここは同じ動詞を選んでください I have to go home. I'm looking forward to going home. I shouldn't have gone home. Get up no b i t I don't want to get up. I don't mind getting up. I could have gotten up.Speedy に同じ動詞を使って Type 1, Type 2, Type 3を一つずつ言っていく感じです Type 2は応用がたくさんありますね。例えば I'm used to Japanese food と名詞を続けたり I'm used to working と動詞の ing を続けたり。I'm used to being busy と KOC なら being。そして、NOT と入れて、I'm used to not working。働かないことに慣れてます。I'm used to not being busy。忙しくないことに慣れてます。そして、さらに、HIM を入れて、I'm used to him working。彼が働くのに、私は慣れてます。I'm used to him being busy。 彼が忙しいのに私は慣れてますですでねいろんなことが言えちゃうんですね。最も大事なテンプレートは、時制のテンプレートです。これこそが英語の基盤なので、ここは必ずマスターしておきましょう。英語の一番大事な基礎なんですけど、日本語とあんまり一致してないんです。ここで日本語に引っ張られて間違える人がとっても多いんですね。でも、このシンプルなテンプレートに沿って考えれば、楽に正しい英語になります。 大事なのは日本語をヒントにしないことなんです。例えば、日本語がしているだからといって、ING だって考えちゃう人多いんですよね。でも、しているという日本語は実はこの4つの時制になったりするんですね。例えば、普段何してるは普段今何してるは今、明日何してるは未来、さらに過去のことでさえもうやってるのでわかりますと、過去に対して しているを使ったりもしますしているだから ING だっていう決めつけは通用しないんですね日本語ヒントにせずに2ステップで考えますステップ1時制を選ぶ普段今過去未来の4つから選びますその後ステップ2選んだ時制の中で肯定否定疑問を選びますその2つのステップだけ押さえれば正しい英語になるんです 例えば、昇格するは get promoted と言うんですけど、昇格できなさそうと言いたいときに何と言うでしょう昇格できなさそうは未来の否定。だから I'm not going to get promoted と言います。とっても楽なんです。例えば、さららいをするのはいつも私ですって言いたくて、I am the person who なんとかって考えずに いつもの話をしているので、普段、そして肯定文ですよね。だから、I do the dishes と言います。とっても楽ですよね。英語のテンプレートに沿って考えると楽なんです。またここで主語によっていろいろ変わります。普段のことの he, she, it だと動詞に s がつくんですね。これは三人称の単数だから s がつくという理屈を考えるよりも、発信して覚える、使って覚えるというのが一番効果的です。 例えば一つの例文を I から It までのバージョンを読み上げるようにしましょう。例えば get up を選んで普段の肯定文にしてみましょう。I get up.You get up.We get up.They get up.He gets up.She gets up.It gets up.It は人じゃないのでちょっと意味的に変な場合もあるかもしれないですけどここでは意味じゃなくてとりあえず主語による活用を練習しています。 今と未来の I'm が y o w e r t h e r e h i s s h e s i t s などになります。これ B 同士の活用の話なんですけど、これを塊として覚えることがコツなんです。彼は単数で三人称だから Is ですって考えなくても、彼は毎回 Is なんです。そして He is ということはほとんどなく、His と短縮して言うので、やっぱり塊として覚えておきましょう。理屈を考えるよりも、 発信して覚える。使って覚えるというのが一番効果的です。今度は Go home にしてみましょう。I'm going home.You're going home.We're going home.They're going home.He's going home.She's going home.It's going home. これ一番簡単なドリルなんですけど、やっぱり細かい理屈で考えるんじゃなくて、どんどん発信して覚えるということが大事なので、特に初心者の方はここから入りましょう。次はいろんな動詞を 時制のテンプレートに入れて、文を作ってみましょう。いろんな主語にしたり、いろんな時制を使ったり、肯定否定疑問を使ったり、いろんな内容を作ってみましょう。まずは単独の動詞を使ってみましょう。例えば、I'm going.He didn't come.She left.He pays.He didn't explain.They're drinking.She smokes.I'm gonna walk. I don't drive. they're going to move. He helped. He uses it. I teach English. I didn't bring my wallet We're looking for it. I'm going to buy a car. He's selling his house. She broke the toy. told I told him thattari he told me that I'm gonna show her. She's gonna show them. He emailed me. I didn't email her. We met. He calls every day. It's raining. It's gonna rain. It happens. It's gonna take time. It broke. It didn't sell. He gets up at six. Did you get a haircut? I didn't get money out. He's taking a bath. She said thank you. He's gonna say no. He makes dinner. I didn't get the laundry in. I'm gonna walk the dog. He lost weight. I'm gaining weight. I work out every day. Are you gonna have an operation? Did you see a doctor? So, Speaking mapに誘導されながら いろんな内容をテンプレートに入れて正しい英語をどんどん発信していきましょうこの練習を繰り返せば理屈を意識しなくても正しい英語で話せるようになってきますこのように単独の文が作れることが最初の第一歩ですその後文の頭になんか付け足したり最後になんか付け足したりまたは文と文をつないだりしてどんどん話を続けていきましょう 次は、時制のテンプレートで作った文の頭に Type 4の表現 I'm glad it's too bad I can't believe などを付け足してみましょう Type 4の表現は文が丸ごと続くものなんですね文が丸ごと続くってことは逆に言えば時制のテンプレートで作った文の頭に I'm glad it's too bad などを付け足すだけでいいですね I'm glad I'm gonna go drinking It's too bad it's raining. I can't believe she likes him. It's no wonder they broke up. I'm surprised he does the housework. I'm angry he smokes. It's not like you're gonna get fired. It looks like we're gonna meet the deadline. I have a feeling it's gonna pay off. I'm worried he doesn't know. 次は文の最後にプラスアルファを付けてみましょう。もともと完結している文の最後にいろいろと付け足すことができます。形容詞はそのまま付け足します。名詞なら with で付け足します。そして動詞も ing にすればまた付け足すことができちゃいます。この応用があまりにも便利なので奇跡の応用と呼んでます。完結している文にいろいろ付け足してみましょう。I wanna go to work.Ready. 準備ができている状態で会社に行きたい。I wanna go to work with lots of energy. 元気いっぱいの状態で会社に行きたい。I like going out. 出かけるのが好き。I like going out with no plan. ノープランで遊びに行くのが好き。または、I like going out looking good. おしゃれして出かけるのが好き。I shouldn't have gone 行かなきゃよかった。Not wearing makeup。すっぴんで行くべきじゃなかったなとか。 例えば、I work, 普段仕事してます。listening to music. 普段音楽を聴きながら仕事してます。He came to work motivated. すごいモチベーションが高い状態で会社に来た。He came to work not ready. 準備ができてない状態で会社に来た。ですね。 もちろん、ここにある内容だけしか使えないってわけじゃないですよ。これをベースにして慣れて、その後もじっていく、応用していく、言えることを広げていくというやり方がいいんです。水色になっているところを、まずもじることから始めましょう。例えば、she came to work looking good おしゃれして会社に来たをもじって she came to work looking tired すごい疲れた顔で会社に来た。good は形容詞だから他の形容詞は何でも置き換えられます。 expect は期待するそして予想するという意味で使います him そして come も文字って使ってみましょう I stayed up, expecting him stayed to call up 彼が電話してくれるかなって思って起きて待ってたですね天気の主語なら it なので例えば I went home expecting it to rain 雨が降ることを予想して帰りましたですね Where、I、was WH I はですね Type 5ですね。ね例えば、I went to work not knowing what I had to do. 自分が何をしなきゃいけないのかわからない状態で会社に来ました。ですね I went to work not knowing if he would come. 彼が来るかどうかわからないまま会社に来ました。ですねちなみにこの Wood の使い方は過去に未来を思ったという使い方です。 さらに全然載ってないものも使ってみましょう単独のロシリストや塊のロシリストから取るのもいいですね I stayed up watching TV テレビを見て夜更かしした I fell asleep 寝ちゃったっていう意味ですけど I fell asleep driving 居眠り運転をしましたまたは形容詞リストから取って I woke up sick 朝起きたら風邪だったここにある内容で慣れて感覚を作ってその後どんどんもじっていったり 他の形容詞も使ってみたり他の動詞を使ってみたりしてどんどん使っていきましょう次は文と文をつないでみましょうこの If, When, Before, After, Until は毎日本当によく使うものなんですけど実は根っこがいろいろあって難しいんです一つ目の根っこはこの後に続く文は未来のことでも未来形にしないんです未来のことを現在形で言うんですね 例えば、I'm going to go は未来形。If you go は現在形。もし君が行くなら私も行きます。ですねもう一つのネックは、やっぱり日本語に引っ張られて間違えるというネックです。英語では過去のことは絶対過去形にするんですけど、日本語はそうじゃないんです。例えば、日本語では昨日寝る前にと言いますよね。昨日寝た前にとは言わないですね。英語だと昨日寝た前に <laughs> 歯を磨いたと必ず過去形にします。アンティルもそうですね。例えば、昨日彼が来るまで私は待ちました。私は待ちましたを過去形だけど、昨日彼が来るまでと日本語で言いますよね。英語の場合、どっちも必ず過去形になって、昨日彼が来たまで待ちましたと言います。日本語がおかしいとか英語がおかしいとかそういう話じゃなくて、それぞれの感覚が違うだけなんです。 逆に日本語で未来のことを過去形で言ったりしますよね明日は未来ですよね明日彼が来た時に話しましょうって来た時にってよく言いますよねそれに引っ張られてやっぱり when he came tomorrow てのような間違いをする人が多いんですね今の話ってなんか複雑で嫌ですよねそういうことを考えなくてもいいようにここにテンプレートがあるわけですシステム化して考えるというか このテンプレートに沿って考えれば、細かい理屈を考えずに、日本語と英語の違いも考えずに、簡単にできるようになります。まずは自分の言いたいことは、普段なのか、未来なのか、過去なのかを選んで、そしてそれに従って作れば大丈夫です。普段なら、左現在形、右現在形。未来だったら、左未来形、右は現在形。そして過去だったら、左過去形、右過去形です。昨日彼が来るまで待った。これは昨日だから過去だね。 で左も角、右も角。彼が来るまで待つつもり。これは未来のことだから。左は未来形、そして右は現在形なんです、ね。これは英語の不思議な文法なんですね。例えば、I'm gonna go to the beach if it doesn't rain. I cook when I go home early. I should have bought it before I went home. I'm gonna ask him out after they break up. 日本語にさえ引っ張られなければ簡単なんです。そして発信する練習をすればするほど、その感覚が脳に定着するので、寝言でもできるようになります。But because so はもっともっと簡単です。左の文も右の部分も普通の文なんです。未来を現在形で言うとか、そういう不思議なことはなくて、さらにいろんな時世の組み合わせがありえます。I went shopping, but I didn't buy anything. I'm gonna go drinking tonight because I got paid today. He cheated, so I'm thinking about getting divorced. これもいろんな文を作ってより長い英語を発信することになりましょう。次は別紙の形容詞テンプレートを見てみましょう。形容詞の時制テンプレートは動詞の時制テンプレートと違うんですね。まあ厳密に言うと B 動詞の時制テンプレートですね。 そしてほとんど知られてない現象もあります。普通の形容詞は普段のことも今のことも同じなんです。例えば、I'm Japanese は普段のこと。I'm hungry は今のこと。だけどどっちも同じ文なんですね。普段忙しい。I'm busy。今忙しい。I'm busy。同じなんですね。ですが、性格を表すカテゴリーの形容詞は、今のことなら B 動詞が進行形になるんです。例えば、I'm honest。普段正直です。 正直な人です。I'm being honest. 今正直に話してます。今正直に答えてます。っていう意味です。He's kind. 彼は優しい人です。一般的な話、普段のこと。He's being kind. 今優しくしてくれてる。今日は優しいですね。とかですね。このシートでまた短文を作るわけですから、これもタイプ4に続けてみましょう。例えば、I'm glad you're kind。君が優しい人でよかった。 It's being too He's bad. lazy. 彼が今怠けてて残念とか名詞節って本当に便利なものなんです。語彙力はなくても簡単な単語だけを使った名詞節で何でも言えちゃうんです。例えば、先方の反応は予測できないは何て言うでしょう。難しい単語を使わなくても、I don't know what they're going to say. と言えばい,いです向こうがこれから何というかわからないですねそして犯人はまだ特定されてないというのは they know who did it. この場合の「they」は警察とかですけど who did it が犯人なんです簡単な単語だけを使って何でも言えちゃうんですこのレッスン動画には面接についてのしっかりした説明が入っていますですがやっぱり理屈を理解することが ゴールではなくてスタートなんです。理屈を理解した後は実際に発信を繰り返して覚えることが大事ですよね。左側の塊と右側の名詞節を自由に A プラス B のようにたくさん組み合わせて文を作って発信していきましょう。例えば、I know what it means。どういう意味かわかるよ。I don't know what you're talking about。君が今何言ってるかわからない。Ask him who he went with。誰と言ったか彼に聞いて。 I wonder how long it's gonna take. 時間はどれくらいかかるんだろうそして、who, what が主語のやつも使ってみましょう Do you know who lives there? 誰がそこに住んでいるかわかる ?I wonder who's going to win. 誰が勝つんだろうね ask him what sells. 何が普段売れてるか彼に聞いてみてですね。Let's think about what went wrong. 何がダメだったかダメだった原因について考えましょう。 反省会な感じですね。慣れてきたらもじってみましょう。まずは水色のところをもじるところから始めましょう。細かい文法を考えて最初から作るよりも、ここにあるものをベースにもじっていく。方がずっと身につきます。この動詞に S がついてるから、置き換える動詞にも S をつけるなど、これをヒントにする。これと同じように作るようにしましょう。例えば、I don't know what he's doing。彼が今何やってるかわからない。をもじって、 I don't know what he's eating. I don't know what he's drinking. I don't know what he's thinking. Ask him who he went with. or Mojite. Ask him who he had dinner with. Ask him who he had a meeting with. I wonder who is going to win Dariga ne or Mojite. I wonder who is going to get promoted. Let's think about what's gonna happen. これからどうなるか考えてみましょう。Let's think about what is going to sell。これから何が売れるか、何が売れそうかについて考えてみましょう。名詞シが続くタイプ5の表現にも未来のことを未来形にしない、例外的な表現もあります。未来のことを現在形で言うんですね。例えば、It depends on how long it's going to take, or it depends on how long it takes, と現在形に 変換してて組みみ合わせてみましょうまたもっと簡単なやり方は現在形のものを見つけてそして未来だっていう意識をしながら使ってみる例えば What sells は普段何が売れてるかでふだのことだから現在形なんですけど例えば Let's see what sells これから何が売れるか様子を見ましょうもともと現在形になってるやつを未来に対して使うというやり方が一番簡単です 面接は本当に大事なものなのでぜひマスターしておきたいですねそしてマスターするためにはやっぱり使って覚える応用していくということがおすすめです品質を担保するためにスピーキングマップは made in Japan です今回は渋谷にある h i イ n o t e に依頼しました h i イ n o t e の熊谷さんが本当に手厚くしてくれてもう感謝しかないです 英語の勉強にハイナインのオリジナルノートはいかがでしょうかぜひごひいきしてあげてください。正しい文法を話したいと細かい理屈を考えたくないその2つを両立できたのはこのトレーニング方法です。スピーキングマップが正しい英語に誘導してくれてそして正しい英語だけを発信すればするほど英語の回路が脳に定着します。細かい理屈を考えずに意識せずに正しく話せるようになります。 そしてピアノと同じようにそれを発信したもん勝ちなんですね。練習したもん勝ちなんですね。教室でこのトレーニングをやってる人とやってない人の差は本当に大きいので、このスピーキングマップの効果は証明できてます。皆さんもこのトレーニングをして、日本語からスタートしない最初から英語で考えられる頭を作っていきましょう。応援してます頑張ってくださいね !Thanks for watching!See you soon!